大花の園霊草は、シュロ草花園霊草属の多年草。北海道、本州北部に分布し、北海道では各地に群生が見られる。草丈は30から70センチメートル程度に生育する。葉は、両形状甲乱形で霊長に3個を臨生する。5から6月に霊長に直径5から7センチメートルの白い大きな3枚の花びらをつけ、花の中央に脂肪があり。 六本のおしべが取り囲む。遠嶺層族に付けられた学名のトゥリリアムは、三の百合を意味し、開花個体が三枚の花びら、学編、葉を持つことに由来する。三山遠嶺層も、白い花びらをつけるが、本種の方が大きく、三山遠嶺層が横向きに咲くのに対しやや上向きに咲く。大花の遠嶺層では、花弁はより丸みを帯び、先端もあまり尖らない。 遠隷草の仲間はすべて開花までに10から15年を要する。その後、最低でも10年間ほぼ毎年花を咲かせると言われていることから推測し、1個の種子が芽吹いてから保守するまでの寿命は20から50年であろうと考えられている。北海道には9種の遠隷草属植物が自生しており、本種のほか、花びらを持たない遠隷草、全室のミヤマ遠隷草。 現存する、塩霊相続植物同士の雑種である、白尾塩霊創、川湯塩霊創、十勝塩霊創、日高塩霊草がある。また、染色体の解析から、三倍体、白尾塩霊草が、染色体倍化した、白尾塩霊草小塩霊創属植物の雑種に由来すると、考えられる、小島塩霊草が知られる。北海道大学敷地内にも5月下旬頃に、 北キャンパスの原生林に多くの群落を見ることができる。北海道大学では大花の園霊層を交渉に採用している。北海道、本州に分布。低地から鉱山帯の湿地、平地の草原、明るい森林内などにしばしば群生する。北海道大学北方生物園、フィールド科学センター植物園。ありがとうございます。